皆さん初めまして新米漁師のよりよりといいますまず簡単に、えー、自己紹介の方からしたいと思います平成31年に、えー、罠漁と、えー、重漁の狩猟免許を取得して、えー、そのまま猟銃、えー、所持許可をいただいて、えー、令和元年に猟銃を所持しました そして今期から狩猟登録をして新米漁師として歩み始めたわけなんですが残念ながらまだに捕獲したことはありません。始める前は結構簡単に取れるのかなって思ってたんですけどいざやってみて。 まあ野生動物の、えー、生きる知恵というか、えー、生きる執念というかそういうところをこうまざまざと見せつけられているような気がします。まあ、今まで、えーまあ、ほとんどが単独漁で、えー、十数回ほど出漁、まあ、して、えー、グループ漁では2回ほど。まあ、グループ漁っ,っても一般的な えー、巻狩りとかではないんですけど、まあ、少しちょっと、まあ、特殊というか、まああのー、何人かで、えー、狩猟をするという、まあ、スタイルなんですけれどおまあ出してはいるんですけど、まあ、何回かは発砲したんですけど未だにまあ一発も当たったことすらないという風なのが、まあ、正直なところですかね。 ま、あのグループ量であれば、えー、イノシシがほとんど、えー、単独量であればまあそうですね大体が、まあ、鹿狙いあとは、えー、カモってな感じなんですけどで、えー、うちの周りはあのイノシシしかいないなんですよあの鹿は全くいなくてイノシシしかいないんですよね。 なのでまあイノシシを単独猟っていうのはちょっとなかなかやっぱり難しいんで猟期始まる前にですねあの自分であの例えばインターネットであったりとか実際にその車を走らせてあのイノシシやシカを探したりとかやって、えー、いくつかそシのカのポイントを見つけてで えー、そこに、あのーまあ、単独漁、まあ、犬なしですけどね、えー、犬なしの単独漁をやってはいるんですけど、あのー、毎回そうですね、まあ、大体10頭以上は見かけるんですけどまあ発砲までも至らず至ってもやっぱりその距離が遠くて、あのー、当たらなかったりしますよね。 でいろんなそのアプローチの仕方をこう変えたりとかしてるんですけどやっぱりその相手もやっぱかなりやっぱり利口であこっから来るだろうなみたいな感じでやっぱこう何て言うんですかねその見張り役を置いてるっていうかでそこでピーって泣いちゃって仲間に知らせるみたいな。でそのアプローチだと厳しいから、えー、例えばその向こう側の。 あの斜面から登ったたりしたんですけどね向こう側から登ってもやっぱりその登ったところのすぐにあの射程距離外で見つかっちゃってもう逃げてしまって撃てないとかまあそういうふうな感じですかね。まああの所持している猟銃がまあ1丁しかないんですけどあのまあ普通の 銃なんで、まあ、射程距離とっ,ってもですね、まああのー、数十メートルだったり数百メートルだったりって飛ぶんでしょうけど実際やっぱり当たる距離っていうのがどうなんですかね2 3 0メーターっていったところですかね、まあ、それまでもちょっと近づけてないっていうところですかね。 なので、まあ、当面の目標としては一人で、えー、鹿を倒したい。えー、あカモ、えー、の方なんですけど、あのー、やっぱりその打て,る池と打てない池ってあるじいうんですかね法的にっていう感じじゃなくて、あのーまあ、ローカルルールだったりっていうところでですね なので、まあ、あの同じ猟友会の方にあのここは打てるよっていうところを、まあ、何箇所か、まあ、教えてもらって回ってはいるんですけどもうそれもやっぱりあのほとんどその射程距離に、えー、入れずに飛ばれてしまうことが、まあ、ほとんどだしやっぱうちのその周りの池って 猟友会のそのまあ範囲内っていうかしか分かんないんですけどはあの鴨少ないんですよね今年が特に少ないのかその辺分かんないんですけどちょっと今年から分かんないんですけどまあとにかくそのモ自体がやっぱ少ないんですよね。であここいるなと思ったらそこはまああの法的には問題ないんだけどその 地元の方がすごいそのね何、まあ、て言うんですかね、えーまあ、神経質な方というかそういうので、えー、自粛しているような場所であったりとかあとはその、まあ、クレームがよく生えるところだったりとか、まあ、そういうところに限ってまあ鴨ってつくんじゃないかなって、まあ、思うんですけど、まあえー、いずれにしてもその、まあ、単独料でシカ,、まあ、カモ まあ狙ってはいるんですけどなかなか取れないと。で、えーまあ、グループ量先ほど少しちょっとグループ量にも触れたんですけどうちのグループ量のスタイルっていうのが、まああのー、同じ時間帯で、えーまあ、同じような場所で各々、えー、お,おのが、まあ、犬を使った単独量をしているっていうふうな感じですかね。 なので、まあ、僕が参加しているグループ寮っていうのは、まあ、一般的な巻狩りで施工、えーまあ、がいて、まあ、こっちでは死垣、まあ、とか町っていうのかながいてっていう感じではなくてあの、まあ、単独寮についていくみたいな、まあ、言い方変えればあ全員が施工、まあ、っていうか、まあ、そんな感じなんですよね。で えーまあ、何回かあイノシシが出たわけなんですけど、まあ、あの姿を見ることもできずに、えー、飛ばれちゃったと。一、まあ、回だけウリが消えかかった、えー、ちっちゃいイノシシを犬がくわえたことはありましたかね。 あとはまああのその僕がついてるまあ先輩漁師さんではない方がその日は取ったりとかまあそういうのはありましたけどまあ僕がそのついた時に限ってまあ取れないっていうかまあ僕が何て言うんですか 疫病神みたいな感じに、まあ、なってはいるのかなとは思いますけどまあ,あのそんな感じですかね。なので、えーまあ、これからあのもう少し猟奇があるんで、えー、時間が許す限り、えーまあ、単独猟では鹿かも。えー 狙って、えー、まあグループ料もし、えー、誘っていただけるんであればまあイノシシを狙っていきたいなと思いますまあいろんな、えー、狩料系のユーチューバーの方のお動画を拝見させていただいているんですけどまあそのほとんどが、えー、すごいベテランの方であったりまあよくね、えー 捕獲する方だったりすごくまあ射撃が上手な方ばかりなんですけどまあ僕みたいなそのまあ新米漁師の YouTube チャンネルってまあちょっと少ないというかなかなかないと思うんですよ。ですので僕みたいなまあ新米漁師でちょっと市場に行き詰まっちゃってる方とか。 まあ、あの共感していただける方とかまたあの、えー、上手な、ね、方からいろんなアドバイスを受けたりとかして、えー、僕も早く一人前の漁師になれたらいいなと思って、えー、この YouTube チャンネルを開設しました不定期にはなると思うんですけどまああのそれなりに 更新していきたいなと思ってますのでよかったら、えー、コメント高評価ボタン、えー、チャンネル登録の方よろしくお願いします、えー、今日はこの辺でありがとうございますではまた